はい、私は初めてのエリートの、クラスの大会だから、まずはなんか何位になりたいとか結果を先走って考えるっていうよりかは、今自分が持ってるもう最大限をちゃんと、その日本じゃなくてインドネシアっていうことだから、体調とかちゃんと大会前バッチリな状態で挑めるように準備して、もう自分が全力で戦った分がその結果につながればいいなと思っています。イメージですか、インドがついているから、なんかインドネシアはなんかインドと似ているのかなって思うんですけど、ちょっと分かりません。遠征では自分の注目、ここに注目があれば。ここに注目ですか、そう、はい、これが自分の走りだとか、はい、今回は新パシュート何走になります？わぁ、1走か2走のどちらかだと思います。多分1走か2走の大事なところとか、はい、あ、自分はペースをドンとか急に上げてしまうから、なんか落ち着いて、いつも練習でうまくいった時のこと、あ、やったことがその大会で出せるように落ち着いて頑張ろうと思います。じゃあ、え、今からっていうか、なんて言えばいいんですか、入らせてもらいました。今年からチーム楽天系ドリームスに入らせていただきました池田瑞希です。これからもエリートのクラスに上がって、結果を残していけるように頑張って、そこから先の2024年のパリオリンピックを、まずは出場獲得を目指すの出場権、ちょっと言い直していいですか、すいません。今年からチーム楽天系ドリームスに入らせていただきました池田瑞希です。私は今年が初めてのエリート1年目なので、大会で結果を残していけるように頑張るのと、2024年のパリオリンピック出場権を獲得できるように毎日トレーニングを頑張っていくので、応援よろしくお願いします。